こんにちは、ジーンズ大和向山店です。11月3日日曜日は11月の第1日曜日、モバイル会員様限定3分2倍デーになっております。大変お得にお買い物ができる1日になっておりますので、ぜひ皆様ご利用ください。当日の方もですね、ジーンズ大和の LINE の友達登録、あとジーンズ大和の Instagram のオフィシャルの登録、あとジーンズ大和の YouTube チャンネルの登録、いずれかの登録でも3分2倍になりますので、そちらの方もぜひご利用ください。そこで今回、ジーンズ大和向山店で、ご紹介する商品なんですけれども、ご紹介する商品がこちら。ジーンズ大和77周年記念、デニムになります。まあ、こちらの77周年記念デニムですね。最初に言っちゃいますと、究極のジーンズになっております。まあ、10月26日にね、発売スタートさせていただいたんですけれども、多くのね、お客様、ご予約いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、この場をお借りして、お礼の方ね、させていただきたいと思います。まあ、この77周年デニムなんですけれども、究極のジーンズ、ちょっと大げさじゃないかって、思われる方も多いと思いますが、本当に究極のジーンズになっております。まあ、生地はですね、14オンス の, セルビッチ付き、ジーンズなんですけれども、綿、糸、染め、織りと全てにおいてこだわっている、ジーンズになっております。綿はですね、米綿、テキサス綿を使用しております。テキサス綿はね、油分が、少なくて、独自のシャリ感がある、綿なんですけれども、油分が少ないんでカラッと履ける、綿になっております。そして糸なんですけど、これが一番のね、特徴かなと思います。ここにも書いてある1953年式の、通称石川台ですね、大阪の大正紡績さんが所有している通称石川台という、リング製紡機、糸を作る機械、糸をね、撚る機械ですね、を使用して糸を作っております。まあ、こちらの製紡機が日本最古の製紡機だそうです。まあ、そのね、製紡機を使って糸を作っております。まあ、今レプリカジーンズブームっていうことでね、いろんなブランドね、レプリカジーンズ出してるんですけれども、織りは結構こだわってるんですよね。昔の力織機ですね、シャトル織り機を使って作ってるところは多いんですけれども、糸からこだわってるっていうところはほぼないかと思います。まあ、こちらの方はですね、本当に糸からこだわって作っているジーンズになっております。そして染めもこだわっていて、染めは昭和さん、1905年創業、今から100年以上前ですね、創業の昭和さんの、独自のレシピで、不純物が少ないね、ピュアインディゴで、染めております。そして最後はですね、織もこだわっていて、今レプリカジーンズブームでよく聞くようになったんですけれども、G3 とかね、 GL3 っていう力織機ですね、聞くようになったんですけれども、こちらの方もその昔の1967年製の、トヨタ GL3 というね、シャトル織機で作った糸をですね、石川台というね、製紡機で作った糸、昭和さんで染め上げた糸を、この GL3 というね、シャトル織機でジーンズの生地を、作っております。全てにおいてこだわった、ジーンズになっております。綿、糸、染め、織り、全てにおいてね、こだわった、ジーンズになっております。まあ、レプリカデニムって
番の醍醐味ってやっぱ色落ちだと思います。まあ、ブランドによってはね、ディテールとかシルエットとかね、こだわってるブランドもございますが、やっぱデニムって一番の醍醐味は経年変化で、できる色落ちかと思います。まあ、そのね、色落ちが楽しめるジーンズになっております。まあ、色落ちも本当に全体の色落ち、あとはムライトにできるね、縦落ちの色落ちとか、あたりヒゲですね、ヒゲの色落ち、膝の裏にできる蜂の巣のね、色落ちとか、セルビッチのあたりのね、できる色落ちとかね、あとは本当そう、こういうステッチ周りのパッカリングのね、色落ちとか、あとデニムもね、絞ってできるんですけど、絞感のね、色落ちとか、昔の色落ちが楽しめるジーンズになっております。昔のような色落ちじゃなくて、もう昔の色落ちが楽しめるジーンズになっております。もう昔の機械をね、使って作ってるので、本当昔ながら昔のね、色落ちが楽しめるジーンズになっております。もう本当幻の日本最古の、製帽機で糸を作って、幻の、シャトル織機でデニムを作って出来上がった、究極のジーンズになっているかと思います。まあ、ご興味のあるお客様ね、ぜひジーンズヤマト、足をね、運んでいただいて、見ていただいて、触っていただいて、履いていただいてね、いろいろ聞いていただいてね、いただければと思います。皆様のご来店心よりお待ちしております。あと同じね、デニム生地を使った、ジージャンもございます。またね、このデザインの方なんかもお話しできればと思っております。皆様のご来店心よりお待ちしております。それでは365日ジーンズで遊ぼう、ヤマトで遊ぼう、ご視聴いただきありがとうございます。